焼けましたね。はい、そう、あんまり強火でやっちゃうと鍋肌が焦げちゃうんですよ。いただきまーす。やわらか、うん、これ、うん、おいしい。うわ、やば、うまっ。はい、皆さんおはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、あれです、チャーシューです。チャーシューの盛り合わせ、ね、ですね、先日ですね、あれです、元祖小田原ラーメン的な、湯柄にあるお店なんですが行って、結局ラーメン食わなかったんですけど腹いっぱいになっちゃって、その時につまみでね、チャーシュー盛り合わせとかワンタンとかね、もちろんか食べて、そのチャーシューの盛り合わせがすげえうまかったんですよ。いや、それ再現してみようかなみたいな。で、撮影禁止の店なんでちょっと撮影できなかったんですけどね、まあそれと同じようなね、感じで作っていこうかと思います。はい、まずこいつですね、盛り合わせのチャーシュー第1弾ですね。肩ロースですね、のブロック肉ね、買ってまいりました。はい、バッツンバッツンとね、こんな感じで1% ぐらいの塩をね、まあ、こう重量書いてあるじゃないですか、買った時にね、 1% ぐらいの塩をバツンバツンね、まんべんなくぶち込んでください。はい、それではですね、天下一発しちゃいましょうかね。天下一発、天下取りとね。はい、中火ぐらいでね、まあフライパン温めりゃいいんじゃねーのってことですね。はい、油はね、ほんの薄く敷いてくれればいいんじゃないんだよね。この肉からね、結構油出るんでね。はい、そうしたらね、バッツリなとか入れておきましょうかね。肩ロース肉です。はい、そうしたら今度こっちですね、三枚肉のね、豚バラの方ですね。はい、豚バラ肉の方です。これもね、同じようにね、塩バッツンバッツンバッツリなと、まんべんなく振ってください。はい、したらバッツリなとね、のっけると。で、あとは、この肉が焼けるのを待つだけなんですが、表面ですね、よいしょ、ちょっと曲がっちゃうか、ちょっとすごい重たいんだけどね、1面2面3面4面5面で裏入れて6面と、6面全部ね、こう焼いて、なんていうのかな、肉汁がこう出ないようにね、ここのなんていうの、細胞を焼いて焦がしちゃえば、焦がしちゃいけないんだけど、焼いていこうぜみたいな感じでね。はい、それではですね、6面ずつですね、これ6面あんのかな、わかんないけどね、全部焼いてしまいましょう。はい、いい感じでね、焼けましたね。はい、そうしたら火を止めてください。はい、そしたらね、今度はベーナーイーストンですね。はい、ベーナーイーストンを用意していただいて、まあ、油はね入れないでいいですね。この肉だけベーナーの方にね、ガッツリなどを入れてください。はい、こんな感じですね。で、この油あるじゃないですか、これ良質なラードなんでね、これでも野菜かなんかもやしでもいいし、炒めると非常にうまいんでね、これ捨てないでね、その辺に転がしておいてください。それではですね、味付けの方に入りましょうか。はい、黄金だしですね、なかったらね、あれでいいです、水プラス、カツオの粉末だしとか顆粒だしで全然 OK です。で、この黄金だしの量なんですがね、ちょうど肉が沈むぐらいね、ちょうど良かったね、今の感じでね、入れてください。はい、そうしたら次はお醤油入りますよ。はい、お醤油の量なんですが、このだしの量に対しての、まあ、分かりやすく言うと、これ水だとすると水の量に対しての、水が10だとしたら醤油が1ね、パッツリなと、こんなもんかな。うん、はい、そして生姜の切れっぱしとかね、切れっぱしとかじゃない、生姜の切れっぱしね、それからネギの青いところ、それからニンニクのぶつ切り適当に入れると。はい、こんな感じでね、天下一発していきましょう。天下一発ですね。はい、あんまり強火でやっちゃうと鍋肌が焦げちゃうんですよね。まあ中火ぐらいでも焦げちゃうんだけど、こういうとこがなんかだんだん醤油色に染まってきちゃうんで、こうぶっくんぶっくん沸騰してくるじゃないですか。ぶっくんぶっくんぶっくんってきて、こういうとこが焦げて、その焦げ味が、こう入っちゃうとちょっとやや苦くなっちゃうんでね、できるだけ焦げ味出さないような感じでね、煮詰めていきたいと思います。はい、それではね、別の調味料ですね。
味の素パッカリーナとね、まあ、小さじ3ぐらいぶち込んでおきましょうか。はい、そうして丸鶏ガラスープの素ですね。はい、バッツリーナとね、これも小さじ3ぐらいぶち込んでおきますか。はい、あとはね、グッツングッツン来るのを待つだけなんですが、結構時間かかるよ。なんかね、すごい柔らかかったのだから、これバッカンバカにってこう詰まるじゃないですか。で詰まって結構醤油の色が濃くなるんだけど、そこでまたどんどんこう出汁を足していって、最後うわ何この柔らかくてうまいのみたいのをね、今日は目標にしていきたいと思いますんで、まあ平日これやっちゃうとまああれですね、圧力鍋とかねあるご家庭はそれ使えばねすぐできるかもしれませんが、うちないんでね、この日曜日のなんかね、土曜日に肉買っといて、日曜日のちょっと昼前ぐらいからねバッカンバッカでじっくり煮詰めてって、こう夜の晩酌に間に合う程度のね、そんぐらいの感じでね作っていただけると嬉しいと思います。それではね煮込んでまいりましょう。5分ぐらいですかね、あれから経ちました。ブックンブックンね切り出しました。そしたらここでね、落としブータですね。落としブタあるご家庭はね落としブタ使ってください。うち貧乏で買えないんでね、こういう銀紙かなんかでね、うわすごいいい香りですよ。もうニンニク、ネギ、生姜、お肉とね、はい、こんな感じで、たまにこうやってね、見ていただいて、だし汁が半分ぐらいにね、なるまで煮込んでいきます。時間かかるよこれ。でもかかった先にはね希望という美味しさが待っているんで、ぜひね、お休みの日かなんかやってみてくださいよ。チャーシューですね、茹で出してから30分が経過しました。はい、こんな感じですね、こんな感じ。ちょっと火止めようかね。もうだいぶチャーシューのお肉がね、この汁より上に来てね、いい感じになりました。普通のラーメンだったらもうこれで OK、でこの汁を返しにして、このタレをまあだしなりね、鶏ガラスープなり水なりで、そうですね、大体目安6倍希釈ぐらいでねいいと思うんですが、まあその辺はね、お好みでいってください。はい、今日はねチャーシュー盛り合わせってことだね。水入れます。じゃんじゃかちゃんちゃんちゃん、たっぷりめ入りましたね。まあ大体ね、下下ぐらいでいいです。はい、そうしたらここでまた天下一発ですね、バッツリーナと。はい、これもね、中火ぐらいでね、鍋肌があんまり焦げない程度な感じで、ちょっと今ね結構この辺ね茶色くなってますからね、こういうのね、そうしたらまたね、まあもう落とし蓋して、これまた30分ぐらい、たまに見てくださいね、ほらご家庭によってこのなんていうの、このバーナーのカロリーがね違ったりするんで、これ業務用なんでかなりカロリー高いんですけどね、ちょっとね目離すとあれ焦げちまってんじゃんみたいなことありえるんでね、大体目安蓋して30分ぐらいでね、中火ぐらいでいいと思うんですが、それぞれねたまにね10分ぐらいにこう見てください。たまにねもう、なんだせっかくここまで行ったのに真っ黒クロスケじゃんよみたいなね、もう早くバス来ないかな猫バスみたいな感じになっちゃうとやばいんで、たまにこうね落とし蓋取ってみてあげてください。それではですね、さらに煮込みます。これ減ったらまたもう一回ぐらいやるから、でこの肉こうぶっ刺してみて、やるけこれ何みたいなぐらいまで持っていくよ今日は。それではまた後ほどお会いしましょう。あれからさらに30分が経ち申した。こんな感じ、いい感じになってきたんじゃない、柔らかいんじゃない、そろそろ家庭な、まだダメな、ちょっと火止めてみましょうか。はい、こんな感じですね。はい、さらに時間かかるよ今日は、水おどん。でもまださ1時間ぐらいしかかってないからね。はい、もうこれで多分ね仕上がるんじゃないかな、3回ぐらいぶちかますわね。でこれで火をつけて、ね、あとはこの出汁が、3分の1ぐらいまで煮詰まる程度っていうんですかね、やっていきましょうね。美味しい先には夢がある、夢の先にはチャーシューがあるぜということで、ね、ひたすら煮込みます。あれからさらに30分が経ちました。ちょっと火止めてみましょうか。どれどれと、いい感じになってきたねこれね。もうちょっと煮詰めてもいいかな。
っていう感じですね。ちょっとなんかぶっ刺してみますか。はい、それではですね、ちょっと柔らかさを確認。きたね、きたきたね、すっと通ります。はい、ということで、もうちょっとね、まだちょっとつゆがシャバいんで、シャバラバだ崩れちゃうかな、ひっくり返すと。大丈夫かな、崩れちゃうね。もうちょっとですね、まだ3分のこの肉が3分の1出てる感じ、だもうちょっと半分出るぐらいまでね、もうあとはちょっと弱火でやんないと焦げる可能性があるんでね、ちょっと弱火で点火して、肉が半分出るぐらいまでね、やっていきましょう。いや1日かかるかと思ったけど、あれだね、まあまあ早くできたよ。あれから10分が経過いたしました。それではですね、火止めて見てみましょう。はい、半分ぐらい出ましたね、肉の方がね。はい、そうしたらこのままもう切って食べちゃってもいいんですが、一回冷ますことによって味がもっとね中に染み込むんで、一回冷ましてからね、食べたいと思います。いや実際まだね、今日午前中なんですよ、食えないから午前中からね、肉ね、お昼ぐらいまで冷やしてもう一回温めて食ってみようかなっていう感じです。それではまた後ほどお会いしましょう。実食タイムはお昼から。はい、みんなおはよう、スコロバティックス TV 何が TV だよってことですが昼来たよ、もう朝元気でいくけども、昼なんと元気になるなこの野郎みたいな、ね、感じですね。はい、マグマ大使が出てきて、ああ崩れちゃった、ホロホロ鳥ですから、ホロホロ鳥ね、マグマ大使出てくるみたいな音してますよこれ、ブクブクね、聞こえるこれよね、来てるでしょうもう。はい、ね、朝仕込んで、昼になりました、やっと飯の時間で、やっと少し腹減ってきたよってことでね、あとはこれを切って盛り付けて、あれです、ミックスグリルミックスグリルじゃねえ、チャーシュー盛り合わせね、湯河原の小田原ラーメンの老舗、とあるお店ですね、撮影禁止です。それではね、盛り付けて飯にすっか、そろそろねえ。はい、それではですね、スーパーデラックスチャーシューですね、もう何がデラックスなのかよくわかんないけど、こうレタスがね、バッツンバッツンなんですよ、バッツンバッツン引いてあるので、いやこんなレタスとチャーシューって合うのけみたいな感じだったんだけど、あまりにもチャーシューが激しすぎて、もうレタスなしでは語れませんでしたね。レタスもハッピーですね、ハッピー、2枚分ぐらいですね。はい、あとはね、チャーシュー切ってこの上に乗っけるだけだぜ、切っていくかい。まずは豚バラの方ですね、柔らけえな、すごい柔らかいのよ。でなんでさ、チャーシュー盛り合わせなのみたいな感じなんですが、まあ、要するにバラ日記ちょっとこれ切り日記だ、バラ日記と胸日記じゃねえ、肩ロース、これが盛り合わせってのよ、これでかいのよ、しかもこんな感じ、値段的には1200円でしたけどね、こうよこんな感じっすよ。はい、それではね、肩ロースのを持ってきますね、肩ロー氏ですね、肩ロー氏、これもねすごいでかく切ったんだよね、もうこんな感じで切っちゃう、これお肩ロース、いやこの色、この色、こんな色でしたよねえ、よいしょと。いやなんか2人で食べたんだけどさ、なんかもう2人でも結構腹パン状態です、もう腹ハプニング状態っていうんですかね、えハプンドゥーねえ感じでした。よしできたよ、これ戻してくるね鍋にね。はい、あとはですね、レーターイーストンですね、レーターイーストンブルーですよ、何がブルーなんでいいみたいな、これかけるだけね、これでレタスも本当にパックンパックンうまくなっちゃうから、はい完成です。それではテーブルの方行って、昼飯来たよ、やっほーほーとりんりんりん、やっほーほーとりんりんりん、昼飯来たよ、やっふぃふぃ、うまそう。ただいまテーブルの方にスーパードメスティックミックスピザですね、ピザじゃないから、ミックスチャーシューですね、いやチャーシュー盛り合わしですね、運んでまいりました。もうね、柔らかくてうまいんだ、味も染みてるんだこれ、どっから行こう、ほんとこんな感じなのよ。あれですね、小田原ラーメン発祥の店ですね、湯河原にある、
うん、撮影もうガチ禁止なんでね、絶対行っても撮影しないでください。危ないですからね。はい、それではね、いただきまっしょい。いただきます。これは、うん、肩ローシーの方ですね。いただきます。やわらか、うん、これは、うん、おいしい。うわ、やばうま。いただきます。うんうんうん、マジうまいね。これ飯進んじゃうよこれ。うん、すんごい柔らかいよってけどこれね、うん、これ箸で、うん、切れねえじゃんみたいないや多分切れると思う。ちょっと飯が飛びそう。ほらね、もういただきます。うん、あのチャーシュー麺のそのお店で頼むと、ちなみにこういうでかいのがね結構入ってます。最高です。いただきます。うん、うまっ、うん、おいしいな。バラいくか。バラ、これでも隔離ですかあんたみたいなね。おお、この油、これ一口かじるともうレタスなしで語れないから油っこくて。そりゃうまいのよ。いただきます。うんうん、トルン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 、うん、レタスに入ります。いただきます。うん、うまっ、ガチうまいよな。うん、あーおいしい。やめられません、止まりません、チャーシューの嵐ですね。はい、ということで本日も最後までむだらしまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、この前の日曜日ね、湯河原町のある老舗ラーメン屋さんですね。いや俺子供の頃からそう言ってんだよな。撮影禁止ですから、撮影禁止だったので、その絵はありませんが、もうまさにこれです。こんな感じ、味もこんな感じです。いや非常に美味しいんですけど、ちょっとね時間かかるのが難点かもしれないんですが、休みの日にねゆっくり作って、これ酒進むよ。瓶ビール3本いけたからね、この一皿の半分で。本当に美味しいです。ぜひね挑戦してみてください。そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様の温かいスコルバキックを、いやいやいや違うから、清き一票、いや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 、グッドマークを一票入れていただければ幸いかと思われます。いやいやいや、そろそろ花粉が飛ぶ時期なんでね、お家に入るときはね洋服とかパタパタパタと叩いて、ね、外出るときはマスクして、できるだけねくしゃみとか鼻水ね出ないようにしてください。辛いですからね本当にね。はい、そして一人暮らしの皆様方、ね、そのおじいさんお姉さんおばあさん奥さんね、これからも簡単で美味しいお料理バッツンバッツン作っちゃうんで、これからもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。チャーシュー盛り合わせ、これ最高だから。じゃあねー。